広め市場入り口夜の広め市場広め市場広め市場は高知市帯屋町2丁目にある集合型の屋台村。経営主体は有限会社広めカンパニー。運営はテナント会と共同で行っている。1998年10月18日にオープン。入り口には平成ロマン商店街と歌っている。広めの名称はかつてここに土佐藩の過労であった。 深尾広と茂る県の屋敷があったことによる。主として飲食店が中心となっているが、高知県の地場産品の鮮魚、生肉、生花、種類、惣菜の販売も行われ、医療品店などもある。飲食の店舗が多く、カツオのたたきをはじめとする和食、中華、イタリアン、インド料理まであり、市場内には、お城下広場、自由広場、龍馬通り、イゴソウ、 横丁、きっちり日曜市、ハイから横丁といった高知にちなんだ愛称がついた飲食スペースや路地がある。2016年12月には、館内北東部のハイから横丁に、立ち飲みコーナー、広めバーが新設され、5店舗が新たに出店した。このコーナーでは、高知の地元ならではの食材を活かした洋風メニューで、女性客や観光客のさらなる入れ込みを期待している。 所在地は、高知市小屋町2丁目3の1、店舗数は、テナントの60店舗。また営業時間は平日、土曜日は原則として8時から23時、日曜日は7時から23時。休館日は1月1日及び1月5月9月に、各1から2日取り、館内の一斉清掃や、機器のメンテナンスを行っている。広め市場は、場所と食を提供することで、 地場の活性化に、中心商店街と連携して貢献したい、という目的で設立された、いわばお酒の飲めるフードコートであり、相席での利用が、基本の、いわゆる屋台村の形式をとっている。管理会社が、食器の配達、回収、洗浄等を管理し、店舗に食器を共同で利用してもらうことで店舗の経費削減を行い、利用客へのサービスに力を入れてもらうシステムと、 なっている。近隣の高知城や日曜市への観光の休憩所としても利用され、地元客のみならず観光客にも支持されている。広め市場の成功により地域活性化を目指す商店街及び行政関係者等が全国各地から視察に訪れるが、現在までのところ他地域での類似施設の成功例はない。2003年4月、 姫路市の大英アート地に広め市場をモデルにした姫路広め市場がオープンし本家から移った支配人が運営に携わっていたが集客が急速に落ち込んだことにより運営会社が破綻し2004年10月に閉店しているまた高松市の高松中央商店街を構成する常磐町商店街の高松オーパー土地にも2012年5月3日に 広め市場をモデルとした屋台村風の飲食店街、高松いろは市場がオープンしたが、約1年4ヶ月後の2013年8月31日に閉鎖されている。いずれのケースでも2年未満で閉鎖に追い込まれており、約20年間営業が継続している広め市場と比較して厳しい結果となっている。広め市場の場合、その成功要因として、 高知城等の観光地に隣接していることに加え、いわゆる土佐人の気質に合った雰囲気やシステムで活気づいていると分析されている。江戸時代初期は山内和豊、忠義に仕えた家老、犬井和美の屋敷があった場所にあたる。犬居市失脚の後、南亭、深桶の屋敷となり、幕末は土佐藩の名家老、深尾茂県の屋敷となった。 土佐藩の家老であった深尾広と茂るは幕末に四代の藩主に仕えた名家老と伝えられている。そのため維新後もこの一体は広と屋敷と呼ばれていた。また広め市場の基本コンセプトも表している。その基本コンセプトは以下の通りである。ありがとうございます。